皇室ファンの皆様、こんにちは。世界に揺るぎない日本のチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。私たちのチャンネルでは皇室の様々な話題についてお伝えします。皆様のチャンネル登録、いいねボタンの多く、そしてコメントが私たちの励みになっています。それでは早速本題に入りましょう。両陛下と愛子さまの輝かしい実績と秋篠宮家の課題。2023年11月、日本の皇室は重要な外交の場を迎えました。キルギスのサディル・ジャパロフ大統領夫妻を迎えての宮中晩餐会が約4年ぶりに開催されたのです。この晩餐会は単なる儀式的な行事ではなく、日本の伝統と現代の国際感覚が融合した意義深いものとなりました。天皇皇后両陛下のおもてなしの心。今回の晩餐会で特筆すべきは天皇皇后両陛下の細やかなおもてなしの心です。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて10年余りが経過したことを踏まえ、両陛下のご発案で初めて和食が提供されました。手まり寿司など日本の伝統的な食文化を世界に発信する絶好の機会となったのです。これまでの国際儀礼では海外の賓客にフランス料理を提供するのが通例でした。しかし近年では各国が自国の文化を反映したメニューを取り入れる傾向にあります。両陛下はこうした時代の潮流を敏感に察知し、日本らしさを前面に押し出す決断をされました。これは令和の時代における新しい皇室外交の形を示すものとして、国内外から高く評価されています。言語能力を生かした交流。晩餐会の席では天皇陛下とジャパロフ大統領夫人、皇后雅子さまと大統領の間で和やかな会話が交わされました。特に雅子さまの高い語学力が光りました。雅子さまは幼少期にモスクワで過ごした経験からロシア語に堪能です。ロシア語で夢を見ると言われるほどの語学力を生かし、キルギスの公用語であるロシア語でコミュニケーションを図られたようです。この雅子さまの語学力は単なる会話能力以上の意味を持ちます。言葉を通じて相手の文化や考え方を深く理解し、心と心の通った交流を実現する。それこそが真の意味での皇室外交であり、雅子さまはその模範を示されたと言えるでしょう。課題が浮き彫りになった秋篠宮家。一方でこの晩餐会では秋篠宮家の課題も浮き彫りになりました。秋篠宮眞子さま、紀子さまともに賓客との積極的な交流が見られず、やや硬い表情で座っておられる様子が報道されました。特に紀子さまのエア会話と呼ばれる不可解な動きが SNS 上で話題となりました。これは実際には誰とも会話をしていないにもかかわらず、あたかも誰かと会話をしているかのように振る舞う行動を指します。この行動の真意は定かではありませんが、一部では印象操作のためという見方も出ています。しかし皇室の一員として公の場に出席される以上、積極的に周囲の賓客と交流し、和やかな雰囲気づくりに貢献することが求められます。それは単なる儀礼ではなく、国際親善を深める重要な役割を果たすものです。この点で秋篠宮家には改善の余地があると言わざるを得ません。愛子さまの輝かしいデビュー。対照的に2024年2月に行われたケニアのウィリアム・ルト大統領夫妻を招いての宮中晩餐会では、愛子さまの素晴らしい外交デビューが話題となりました。愛子さまは流暢な英語で賓客と会話を楽しまれ、その語学力とコミュニケーション能力の高さが絶賛されました。愛子さまは大学での勉強について英語で説明されたり、
ケニア語でごきげんようと挨拶されたりと、積極的に交流を図られました。この姿勢は皇室ジャーナリストからもまるで皇太子妃の存在感と評されるほどでした。愛子さまの活躍は単に語学力が優れているというだけでなく、若い世代の皇族として新しい時代の皇室外交の可能性を示すものでした。国際的な場面で自然体で振る舞い、相手の文化を尊重しながら日本の魅力を伝える、そんな愛子さまの姿勢は多くの日本人に誇りと希望を与えたのです。皇室外交の意義と今後の展望。皇室外交は単なる儀礼や形式的な交流ではありません。それは日本の文化や伝統を世界に発信し、同時に他国の文化を理解し尊重する双方向のコミュニケーションの場です。天皇皇后両陛下や愛子さまが示されたように、相手の国の言語や文化に関心を持ち、細やかな配慮をしながら交流を深めることが真の国際親善につながるのです。例えば今回の晩餐会で天皇陛下が東日本大震災時のキルギスからの支援に感謝の言葉を述べられたことは非常に意義深いものでした。こうした感謝の気持ちを直接伝えることは両国の絆を一層深めることにつながります。一方で秋篠宮家の課題も明らかになりました。国際的な場面での振る舞いや品格との交流の仕方など改善すべき点が多々あります。特に紀子さまのエア会話と呼ばれる行動は誤解を招く可能性があり、慎重に対処する必要があるでしょう。今後の皇室外交において重要なのは若い世代の活躍です。愛子さまが示されたように語学力と国際感覚を備えた若い皇族が積極的に国際交流の場に参加することが期待されます。同時に若い皇族の方々も愛子さまに続いて国際的な場面で活躍されることが望まれます。皇室外交は日本の顔として世界に向けて日本の文化や価値観を発信する重要な機会です。それは同時に世界の多様性を理解し、国際社会の中での日本の役割を考える契機にもなります。今回の晩餐会で見られた両陛下や愛子さまの姿勢はまさにそうした理想的な皇室外交の形を示すものでした。一方で秋篠宮家の課題は皇室全体としての課題でもあります。皇族の方々一人一人が国際社会における日本の代表としての自覚を持ち、積極的に交流を図ることが求められます。そのためには語学教育や国際情勢の学習など必要な教育や訓練を受ける機会を増やすことも検討すべきでしょう。結論として、今回の晩餐会は日本の皇室外交の現状と課題、そして将来の可能性を浮き彫りにする機会となりました。天皇皇后両陛下と愛子さまが示された模範的な姿勢を基盤としつつ、秋篠宮家を含む皇族全体で改善に取り組むことで、より効果的で意義深い皇室外交が実現できるはずです。それは単に皇室のためだけでなく、日本全体の国際的な地位向上につながる重要な取り組みなのです。日本国民一人一人もこうした皇室外交の意義を理解し支持していくことが大切です。皇室の活動に関心を持ち、その努力を評価し、また建設的な意見を述べていくことで、より良い皇室外交の実現に貢献できるでしょう。皇室と国民が一体となって取り組む皇室外交、それこそが令和の時代にふさわしい新しい形の国際交流のあり方なのかもしれません。この話題に対して皆さんはどのような意見をお持ちですか？皇室の未来について、または今回取り上げた内容について、ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。活発な議論が期待されます。もし今回の動画が気に入ったら、ぜひグッドボタンを押してください。また
このチャンネルの登録も忘れずにお願いします。次回も興味深いテーマでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。